N3 here, and I want to explain the branding change to those of you that watch and subscribe. So what happened is I found out that there were 17 other people using the name Nerdcraft on YouTube. That's 17 people I have to keep using. なんで知らんやつがわしの計画知っとった Hang on. おい、どういうことや、真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。あ？俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わり、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっか。そういうことかいな。それつこて、誠のし。けど何もんなんや。もしかしてお前のちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。けど俺が誠の殺し命じとなると、前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は、奴の欲しがっとんのは牧村誠っちゅうことや。どないする？相手はグランドで俺を待っとる。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。これ以上、それに、Okay, anyways, now that they're done chit-chatting, why don't we get back to work on what's really going on? So, I'm rebranding to Never Not Nerding, or N3 for short. The reason being is there's 17 other content creators on YouTube, and one of them, the big one, Nerd Crafter, she has 1.2 million subs. And since I don't. Wait. Hold on a second. My. Somebody changed my settings. Hold on. Or did the controller break? Okay, so that was weird. My buttons got shifted. Anyways, no, she makes some cool content. But I don't want to compete with 17 for viewers, you know? So, to me, the best move was to rebrand. So, and I've been thinking about it for a week or two, about what I could rebrand to. I thought Nerdcraft was an original name, but after talking with somebody I know and discussing names with them for maybe 20-40 minutes, I'd say at most, she threw out the suggestion, Never Not Nerding. And I was like, oh, that's really good. I can use that.A really good name. Now, obviously, I'm a little less focused on this, mostly due to what's going on. どうも、マジマさん。お前は、yeah. その節はお世話になりました。お店の中に。うちの組長がお邪魔。組
長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。 A lot of thugs here。 どうぞ、親父が待って。So anyways, yes. You guys can call me N3 for short now. And... ほら、ここへやろ。あ、あかん。わしのも触ってな。やんの。ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。 Nevertheless。 はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な。当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて、支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって。そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし。Okay, so this was gonna be a short upload. 実はお店の人に頼んで。貸し切りにしてもろたんや。So...That's mostly to let you guys know, with the election and everything, I'm... very stressed out. And I have been the last couple days. わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。人払いしといたんや。これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ、座ったら。たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな。鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんたあの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。結局わしが出てこなあかん。お前があのボンクラどもの。あんた強いらしいな。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで。かわいそう。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしら、せやから誠。なえやろ、相手は佐川やろ。I'm sorry, but I'm not in the mood. Do you drive this? I gotta fight? Ah!
Okay, well, I was gonna try and end this quickly, but... You wanna dance then? Well, ooh, excuse me. As soon as I get done here, what the hell? My controller disconnected. I am really getting tired of this. Okay, Chief. Don't worry. Guess what? I have a bat. Don't you know, bat beats knife? たまらんで。わし、こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島君。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。え、あんなにお金。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には回転。わかりました。準備でき次第店開け。せやな。店開くまで事務。はい。I can't save this way.
Wait, is that a save station? Fuck no, that's not a save station. Oh, what do you want? さっきはすいませんでした。お店。佐川藩。よう、邪魔してるよ。いつからここに？札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった？ほうれん草はどうして？うっかりしてたんや。これか。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの？その子、死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。気が動転してたって？はあ、まそういうこともある。どうでもええやろ。それよりも、もう仕事は済んだんや。これで登場。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れ、あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の直参だ。鬼人会ってな。近江連合の？ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。まあ、ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出した？店の中で暴れただけや。え、そっか。まあ西谷のやりそうなことではあるか。ただこの前からお前の動きが妙でさ。何を隠しとるっちゅん？気悪くすんなよ。もしそんなことすりゃどうなるか見に。 My cat is disconnecting my PS4 cord. 見しみて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。Well. Sorry, but we're not doing that. We're gonna save the game, and I'll meet you guys here again later. So this is N3 signing out, and this was just an explanation of what's going on with me, why you may not see some content for a couple days, just because I'm tired, I'm stressed out, and you know, I really want all this fighting and bickering to be over with. Anyways, guys, we'll continue our Yakuza-thon later. This doesn't count as a Yakuza-thon episode, it's an update, where we're just clearing some headway and stuff. So, anyways, the rebranding is done, and I look forward to seeing you guys on the next Never Not Nerding. I will see you then. Peace.